かなり対抗意識もあったんじゃないですか。そうですね、やっぱ同年代だけに負けたくない気持ちがやっぱ出てたんで、やっぱ前面に行って押し出して頑張りました。この僕の味の音スタジオでサポーターの声援をフルタイムに受けてのこの試合、忘れられない試合だったんじゃないでしょうか。そうですね、こんなたくさんのサポーターの名前できたことは本当楽しかったんで、しかも勝利できたっていうことは本当に嬉しいですね。